久保さん世の中闇だらけですね。世の中闇だらけ <laughs>。まあ多分ね闇をこう見てったら闇だらけだと思うんですよ。だからまあ一番いいのは何すかねまああのー、あんまり見すぎないってことじゃないですか。見ちゃうとずっと見ちゃうんで、うん。じゃあ闇を見たところでどう,どうもこうもできないところもありますので。うん。だからよく人間のいいところを見,見ようぜみたいな。 悪い,悪いところを見始めるといっぱい出てきちゃうけども <laughs> いいところを見ようぜみたいなだからまあバランス的に見ていかないと、うん、生,き生きていくのはしんどいんじゃないかなっていう、うん、ありますよ闇はいっぱい、うん、でそれ,それで、ま、世の中がそのや逆を言うとその闇があるから世の中がぐるちゃんと回っているっていうところもあるだろうし だからそれが闇がプラスに動いてる部分もなきにしもあらずだと思いますしだかこれは難しいですよねなんかこれが正義だっていうふりかしてじゃあその正義を追求して じゃあその正義をやったら世の中のバランスが崩れるんであるならばじゃあそれは正義なのかとバランスを崩して飢える人が出てきたとしてもそれを職を失う人だったり飢える人が出てきたとしてもその正義を貫くことが正義なのかっていうとだからその考え方によってまたいろいろぐるぐる変わってきちゃうので、まあ、バランスよく生きるっていうのは大事なんじゃないですかねうんだ僕はねあのバランス重視ですね うん、そのぶち抜くまあその何すかね思考はバランス重視ですねまあ行動に関してはまあやればいいブワーってやったりとかしますけど考え方に関しては結構平均的に考えていく部分がありますねうんまあメリットとデメリットをこう天秤にかけるということですねうんまあいろんな考え方があります生き方があるんで自分の生きやすいように生きればいいんじゃないですかねいってらっしゃい